はい、どうも、ジルです。では早速、新イベントの情報を見ていきましょう。こちら、予告イベント、ほどかれた糸のその先に開催についてということでやってきました。しずくさんのバナーイベントですね。なかなか不穏な感じがする前回のイベントの最後から繋がってくるといった感じになってます。まずはね、公式の説明文見ていきましょう。初めてのテレビ出演が決まったモアモアジャンプ。しかし、その番組の MC は、かつて雫が在籍していたチアフルデイズだった。思わぬ再会に収録を成功させようと奮起する雫だったが、ということで、チアでのメンバーが出てきてね、なかなかこう、微妙な空気になりそうなんですが、今回のイラスト、多分手前にいるのがチアでの人かな。そして雫さんのこう、なんとも言えない表情と、なんか、あんたマジかいみたいな感じの表情をしている愛理ちゃんというね、なかなか重いイベントがまた来そうなんですが、まあ、楽しみにね、待っておきましょう。はい、そしてね、イベントの詳細の方を見ていきます。今回ね、チアフルライブが終わったので、通常のマラソン形式のイベントとなります。開催期間が2月10日15時から2月17日、20時59分までといった感じになってます。はい、そして肝心のボーナスのところですね。タイプボーナスがハッピータイプ、キャラクターボーナスがモモジャンのメンバー全員といった感じになってます。そして肝心のメンバーボーナス、星4メンバーですね。不甲斐ない私からの卒業、日の森雫、もぐもぐタイム、花里みのり、無理はしないで桃井愛理ということで、はるかちゃんいないです。どういうことですか？いや、はるかちゃんが一番可能性高くて、で、みのりちゃんが報酬の枚数が少ないんで、みのりちゃんが一番可能性低いよねってお話だったんですけど、まあ、バチャシン枠もいないし、このメンバーでということで、なかなかね、イベント予想、今後のイベント予想が難しくなってくるなぁと言った感じです。まあ、こういうことやってくるんでね、プロセカはなかなかガチャ引くのが難しいですよね。まあ、イベント予想についてはまた詳しくね、別で話していきましょう。はい、では続いて編成の方を見ていきます。ジールで組んだ感じで、ちょっと育成がまだまだなんですけど、編成かなり強めの編成が組めましたね。で、今回なんですけど、イベントボーナスはね、通常通り 250% もらうことができます。そして報酬メンバーのみでも一応 250% はもらえることにはもらえるんですが、今回人権キャラクターがルカさんでいるので、これを持ってるか持ってないかで、ね、かなり編成が変わってきますね。はい、ではね、メンバーの方を見ていきましょう。報酬メンバーについてはこちらの画面にね、映っているメンバーといった感じになります。そして星4メンバーなんですけど、届けホープフルステージの時のみどりちゃん、しずくさん、はるかちゃん、おととしのカラフェスの時のあいりちゃん、おととし11月の時のルカさんとはるかちゃん、去年のバレンタインイベントの時のあいりちゃん、去年の6月スポチョイイベントの時のみのりちゃん、このメンバーたちが星4メンバーとして入ってくるといった感じになってます。意外と2年前のね、キャラクターが多いので、まあ編成比較的組みやすい方かなとは思ったりはするんですが、今回ルカさんが人権ということで、まあルカさん持ってないとね、なかなかボーナスが稼ぎづらいといった感じになってます。ルカさん持ってる方は積極的に編成に入れるようにしてください。はい、ということで今回は新イベントの情報を見ていきました。まあ、どうしましょうかね。今回のはるかちゃんが来なかったことで、まあはるかちゃんが他の混合イベントとかで登場する可能性が高くなったといった感じになります。まあ、これでみのりちゃんのカラフェスはやっぱ可能性さらに下がった感じになるかなと思います。まあこの辺なかなか難しいですが、またですね、あと1週間くらいしたら多分ワンダショチャンネル次の生放送のゲスト発表とかもあると思うんで、まあその辺の情報も見つつイベント予想を固めていこうと思います。はい、といった感じで今回の動画終わっていきましょう。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。